はい、どうもどうも、日暮しのまずです。今回はちょっとね、タコに、家がねできたらしいので、そちらをね紹介していきたいと思います。まあね、普通はタコっていうのは、まあ、自然界ではね、漁で行われるタコ壺、こういったところに、まあ、普通にね日常的には住んでいたりするんですけど、まあ、他のね面白い性質として、タコって、まあ、自分でね家を作るんですよ、マイホームをね。で、今回ねそちらの家が完成したようなので、紹介していきたいと思います。はい、こちらがねタコの、マイホームになります。実際にねタコが、一生懸命ね作ったであろうマイホームに、まあ、なるんですけど、こうねタコって、まあ、石を集めてマイホームをね作るっていう話を先ほどしたと思うんですけど、まあ、それは本当に、まあ、そうなんだなっていうのを思い知らされました。ここの大きい石とこの石とこの石もかな、は自分がねもともと近くに寄せておいたと石なんですけど、まあ、それ以外はもうちょっとね遠くに置いてあったんですよ。でさらに、こう中をね見ると、まあ、ちゃんとこう砂を掘って、まあ、隠れ家っぽくしてるんですよ。で、入り口が、この家の入り口が1つ、まあ、2つで、まあ、ここカウントしてもいいのか分かんないですけど、3つで奥側、ここですね、ここにもう1つ、計4個あるんですよね。でここでね違和感に気づいた方いるかもしれないんですけど、こちらの、まあ、入り口全てにアサリの殻が置いてあるんですよ。で、まあ、たまにっていうか、まあ、毎日になるんですけど、まあ、こう家帰ってきて、で電気をパッとつけると、ここにねよくアサリをねこう持ってシールドして、まあ、待ち構えてるっていう時があるんですよね。まあ、そんな感じでねとても面白い性質をしてるなっていう風に再確認しました。ちょっとね餌あげればこの住処に戻ると思うんで、餌をあげていきたいと思います。今日の餌はこちらキビナゴですね。これを与えていきます。うおー怖い。ちょっとガチビビりしちゃいましたね。まあ、これで、巣に帰ってくれるはずです。帰ってきましたね。ちょっとね手持ちカメラで失礼いたします。はい、こんな感じでね、帰っていきました。あ、やべえ。タコは興味津々になっちゃう生き物らしいですね。カメラを向けただけでこうなるんで、うん、すごいですね。はい、今回の動画は、水槽にねタコの新居ができましたという動画でした。そんな動画だったっけなって感じなんですけど、あ、また出てきちゃった。まあ、本当にいろんなことに興味津々なねタコなんですけど、このタコはね観察すれば観察するほど、面白いね生態がいろいろ見れて、飼育していて飽きないなっていうのが飼育してての、印象ですね。で最近こう思うんですけど、このマダコ明らか成長してますよね。まあ生き物において成長っていうのはね当たり前なことなんですけど、特にね、大きくなったなっていうのを感じるんですよね、最近になって特に。まあ、なので、今度のね動画では、タコの、ね、成長の奇跡みたいな感じでね、編集頑張ってね動画出せたらなと、思っています。でその他にもこうタコが、アサリ、まあ、バリアしているところとか、なんかそういうところを、まあ、撮れたらなっていうふうに、思っているので、動画
タコの動画ね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。